はいよろしくお願いいたしますトライエッティング頭を使う業務の自動化を行っておりますトライエッティングの長江と申します本日ご紹介するのはですね勤務シフト誰が何時にどれだけ働くのというのを作成する AI の SaaS をご紹介します先ほど80分お疲れ様でしたあの簡単にデモの復習させていただいて課題感の話そして デモでお伝えできなかったあの事業戦略やトラクションについてご説明させていただきますちょっと駆け足になりますまず皆様勤務シフト何っていうところでございますこれはあの働く人といつ何時から何時に誰が働くのかって埋めてあげるパズルでございましてめっちゃ時間かかるんですこんなに考慮しないといけない条件ございます6.8時間から30時間程度 これ30人ワンセットシフトを作るのにかかると実は研究で言われておりましてこれ論文1996年30年ぐらいクリアされてない問題なんですね勤務シフトが必要になる業務どんな業務があるんでしょうかだいたい4184万人この業務に携わる方がシフト作成あの使われているというところでして 年間数えると約1680万回シフト作成されているとすごい数ですね私たちは今の卸売小売、まあ、弊社トヨタ合成様からご出資いただいているので製造業あと倉庫とか医療福祉介護あとは宿泊リゾートホテルですこういったところに注力してシフト作成をさせていただいておりますで勤務シフトはですね翻って考えるとスタッフさんから見るとですね生活 いや、や働きすすさそのものもなんですねシフト作成をきちんと時間に間に合うようにうまく作ってあげなければ彼らの生活壊れてしまうかもしれませんお給料見込んでいたお給料入ってこない生活できない家賃払えないあの授業を受けられない共働き家庭で育児できない大変なことですシフト作成こんなに重要で不可欠なのに めちゃくちゃ非生産的なんです管理業務であるからなんですねベテランさんにしかできずメンタルそは非常に高いそして何も生み出さないどれだけ生み出さないかご存知ですか私試算してみました0.61兆円ですこれおととしの生活,生活保護の支出実績の2倍ですこれずっと見逃されていたんです 私たち頭をを使う業務の自動化を6年やってままいりました私た私ちにとって非常にチャレンジングな領域で実はこれ3年足掛け3年開発してまいりました国内のシフト作成業界予算感が合わず右下ですねお客様の費用感言うても人間安いんです1万円から6万円でできちゃうこれに合う製品が30年間なかったここにチャレンジをしたんです 先ほどお見せしましたこのデモンストレーションの表紙です。作る、そしてシフトを修正する、この2点に従って、ですねさらっとご説明いたします。シフト希望は画面からこのようにクリックで簡単にご入力いただけます。めちゃくちゃシンプルです。あんまりパソコンが詳しくない方でも使っていただけるようにボタンを押すだけで、これ今、30人、31日分のシフトです。 シフトがでできちゃいいままますす5分で作成されてしまいますそしてししそスキルレベルこれ今スタッフさんの画面なのですがどの方に責任者あの割り付けするのかスキルレベル例えばレジ締めができる返金ができるというのと単純にこうお会計ができるってレベル違いますよねこのレベルというのも考慮してますまた飲食店様とかでもよくあるんですがこの人とこの人一緒に入れると喧嘩して仕事にならないこういった相性設定も 可能になななっておりまますすなかなか大変でございますしかしもっと大変なのは突然の変更なんです当日急に遅刻したり子どもが熱出しちゃって発熱がありますねどなたに割り当てすればいいんだろう代わりの人がすぐ見つかる画面こだわりました日ビュー一日ビューで休みの人だけこう並び替えてですねご覧いただけるという画面をご用意しておりますここまでで簡単でも 現場の方に使っていただくのなかなか大変なんです。でもここまでやってるから使っていただけるというのをこだわっております。AI 以上に見栄えです。シフト作成後の修正、急な休み、どこで振り返ればいいのかな、その日にお休みの人誰なんだろう、こういったのをパパッと見つけていただけます。私たちはちょっと難しい方しますね。価格破壊戦略ということで、人気 u p 2万9800円じゃないです2980円でこの30に1シフト作れちゃいます20時間かかっていたのが30分でもう完璧なシフトまで、まあ、手作業も含めてですね行っていただける97.5%も時間を削減しておりますなぜか私たちノーコード AI と今さ T2D3 の3期目に入っている製品なんですがこの製品を裏側でラップアップしていて 実は計算のコストを全部こちらの方に持ち出しをしていて切り出し戦略をしています。これが実は低価格の鍵になっています。トラクションです弊社は独自のメディアを持っておりまして昨月実績で12.6万 PV 月間であるメディアを独自で保有しております。1年オープンベータで KP へ取ってまいりました0.46%の制約率。 オーガニックで99%オーガニックで獲得はできるからお安くご活用いただけるんです。マーケティングオートメーション、ゴリゴリ活用しております。でも、現場を大事にしてます。LINE 連携、再来月ぐらいに出ます。会計システムとの連携、労務管理、部署間移動、API 連携、現場の声を聞きながらお客様に使ってもらいながら地味な領域で気づいたら2つ T2、D3 の製品がある。 そういいった会社を目指してまいりまりす最後に言いたいこと、知能作業の自動化を通して、お客様の生産性向上と、働く人の幸せに貢献することを目指して、ハーペスト、頑張ってまいりますので、何卒応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました